三総理工学の13回目の授業、最終回をやっていきます。マルク・フォレンサの話を前回からやってまして、今日その2回目、まあ、発展版という形になって、このマルク・フォレンサを使ってですね、2つの問題を解いていこうということをやっていこうと思います。はい、で、その2つの問題、1つはこのギャンブラーの破産っていうあの有名な問題があるんですけども、これをご紹介するということが1つです。で、もう1つは有限グラフ上の単純ランダムウォークっていうあのよく知られた数理モデルがあるんですけども、 まあそれをご紹介して、まあ、今回はこの到達時刻というものがあるんですけども、それをご紹介すると、その解析方法をご紹介するということをやっておこうと思います。はい、で、まあ、マルコフレンサのです、ねえっと、復習からしていくんですけども、まあ、ちょっと一応強調すると、この講義で扱うマルコフレンサは、政治、離散時間、有限状態マルコフレンサと呼ばれるもので、まあ、そうでないものもあるので、それはちょっと注意していただいて、それのことをまああの省略してマルコフレンサと呼んでいくと。 いう立場でやっていきますので、それはご了承ください。はい。で、まあ、この前回も出した例なんですと、まあこの例でえっとどんな感じだったか思い出すということをしましょう。えっと、どういう例だったかというと、ある町の天気は晴れ、曇り、雨のいずれかであると。まあ、晴れのことを F、曇りのことを C、雨のことを R というふうに表すことにしましょうと。で、天気は毎日確率的に変わりますと。で、こんな感じですね。晴れの日の翌日の天気が晴れである確率は2分の1。 晴れの日の翌日の天気の日曇りである確率は寒いでたこんな感じだったわけですでこの時に、まあ、前回あの考えた問題というのは例えばその今日が雨である時に2日後も雨である確率は何でしょうとかっていうのが、まあ、この状況だけかこの与えられたこういう話だけから正確に計算ができますよということになるわけですね でえー、と今、このようなです、ね、こう9個、この行があって、そのどのように確率が変わるのかということが全部こう書いてあるんですけども、まあ、ちょっとこの表現の方法は分かりにくいかもしれないので、まあ、こういうのをです、ね、こう行列で書くこともありますよというふうに言ったわけですね。まあ、これ、推移行列と読んだりしました。行から列へ推移する。だから行が C、えー、と列が R のところの3分の1というのは、天気が C である日の次の日が R である、確率が3分の1ですよということを表しているということでした。 でまあ、こういうふうに行列で表すこともありますし、次のようにです、ね、この状態遷移図と呼ばれるもので表すこともあると。これはその矢印でこう進むことがですね視点から終点へ推移すると。例えば C から R に向かっている矢印というのは、今日が C、曇りの時に明日が R である確率が何でしょうという矢印を見るわけですで。その矢印の確率、この横についている数値がその遷移が起こる確率を表して3分の1ということになると。 こういうような形で表現して、まあ、これを使っていろいろと、これとかその前のページの、えっと、あれですね、えっと、あでもな水行列を使っていろいろと解析をしていきましょうというのが、まあ、前回話をしたことですと。で、このマルクコデンサーを使って今日2つの話をしていくということになります。はい。で、1つはこのギャンブラーの破産というものです。何かというと、まあ、これはあのこの今から話す設定 しかですね、このギャンブラーの破産と呼ばないわけではないんですけども、まあ、そのギャンブラーの破産という問題の設定の一つの例として挙げてます。で、まあ、一人ギャンブラー、家けをする人がいるとしますと。で、その人所持金 N 万円持っている。まあ、別に、あの、万円っていうのはこれ単位なので、別に何円でもいいあの、どんな単位でもいいんですけども、まあ、その N ドルでも、N 万ドルでもいいんですけども、まあ、えっと、N という立ちでかけるもの、まあ、N によっていろんことが変わってきますと。で、この人は、 賭けを行うんですけども、賭けを行うごとに、二分の1の確率で所持金が1万円増加して、2分の1の確率で所持金が1万円減少すると、これ、賭けとしては、ですね割と破格で、ですね2分の1の確率で増加するっていうのは、これ、なかなかすごいんですけども、それを置いといて、えーっと、そういうような賭けを行うと。で、1回行うとこれが起こると、2分の1の確率で1万円所持金が増加するか、1万円減少するか、どちらかが起こる。 でこの人はです、ね、目標金額っていうのを定めていまして、3N 万円。3N 万円、えっと、所持したら、その時点でこの人はです、ね、その目標を達成したとなって、この家計の一連の流れから抜けていくということになります。で0万円になったら終了します。終了というのはまあその、まあ、いわゆるすっからかというやつですね、あの手持ちにもう所持金ありませんか、それぞれ家計はできないということになって、まあ、こ,この場からあの抜けていくということになります。でこういう設定です。 でこういう設定なんですけども、そこで今、問いたい問題、問いたい問題、言い換えです問いたいものはこの2つが例えばありまして、1つは何かっていうと、この人はです、ね、最終的に0万円になって終了する、だから目標のこの3万円に到達せずにです、ね、残念ながらその手持ちに正直になくなって、この場から去っていくことになってしまうのは、どれぐらいの確率で起きるでしょうかと。最終的にっていうのはちょっとあの不明な言い方ですけども、ある時点で0万円になってしまう確率はいくつでしょうと。 これは破産確率とよく言ったりします。この分野で。で、まあ、これを計算したい。これはいくらでしょうとか。あるいはですね、終了するまでに書きを行う回数の期待値はいくらでしょうその、えっと、何回書きをすると、この人は、この終了して、この場から抜けられるでしょうと。で、この終了するっていうのは、まあ、3N 万円になるか、あるいは0万円になるか、どちらかが起こるということです。どちらかが起こるまでに書きを何回行うことになるでしょう。とで、これ、回数なので、まあ、この回数っていうのは、この書きがですねの、この、えっと、 結果がですね、えっと、どういうふうになるのかによって変わってきますから、この回数っていうのは確率変数なわけです。書けないかなこの回数。この回数は確率変数なわけです。で、まあ、確率変数については、まあ、いろんなことが聞けるわけですけども、例えばそれの期待値は何でしょうと。 ということをまあ知りたいということで、これ考えていきましょうということをやっていきます。もちろんですね、このような設定においてはいろんな問い、ここに書いた2つの問い以外の問いもえっと考えられるんですけども、ここではちょっとこの2つを考えていきましょうということになります。で、まあ、こういう問題まあ考えたら、まあ、あのこの授業、ずっとそういうふうになっていると思うんですけども、まあ、プログラム書いてですねどんな感じなのかってことを見てみるっていうのが、いろいろとその直感を養うのにいいので、これもやってみたと。で、こんな感じになったと。これ、N が10の場合。 で、10回試行しましたと。で、これどういうことかっていうと、N が10なんで、はじめこの10万円持ってるわけです。で、10万円のと,のところから、この10回の試行はどれもスタートしますと。で、これ、右に進むんですけども、えっと、これ、えっと、1回試行するごとに右に動いていくと思ってくださいと。で、この、この線はですね、何を言ってるかっていうと、その、色が違うものがあるんですけども、それがそれぞれの,この10回の試行、それぞれを違う色で表していると。で、各試行において、この書きをすればするほど、どのように、その、 と所持金が変わっていくのかということを、まあ、折れ線グラフの形で書いているということになります。まあ、これはあの時間による推移ですね。だから横軸がその掛けを行った回数、縦軸が所持金、N 万円あ、えーと、万円ですね、を表していると。でそうすると例えばですね、いろいろとちょっと見にくいかもしれませんけども、この赤い、えー、と線、これはですね、まあ、このがぐるぐるこうなんか上がっていって、最終的にこの30万円ですね、3N 万円に到達して、 えっと目標達成されましたという形になると。で、この青いのもそうですね。30枚達成しました。でも、この黄色いのは、まあ、ちょっとあの0万円になってまあ破産してしまいましたということ。この緑のところですね。そうすると、これ10回やってるんですけども、まあ、その目標達成できたのは2回しかなくって、そ,れ他その他の場合は、まあ,あ、0万円に行って破産してると。で、特にこの紫色のほうがだいぶ早く破産してまして、まあ、なんだろうな、これ多分、えっと、 20回ぐらいですね。二十回ぐらいのかけで、も破産までいってしまっているという感じになったりしていますと。で、まあ、こういう形になっていて、で、こ,この場合はですね、まあ、この10回中8回破産しているっていう見方からすると、まあ、この破産確率っていうのは、まあここ、このシミュレーションにおいては、破産確率、破産の頻度っていうのは、まあ、10分の8になりますねと。まあ、これが0.8。 なりますねって感じになっていて、まあ、計算できるわけです。いいですかね。で、じゃあ、あの今からはですね、この数学的に解析をして、実際にこの場合、どのぐらいの、えー、と確率で破産するのか、えー、ということを見ていきましょうということになります。はい。で、じゃあ、まずこれ、マルコフレンサとして考えられますと、何なのかっていうと、状態がですね、所持金になると。所持金になる。で、まあ、その所持金はその万円が単位なので、えー、と0から 3n という整数。 で表されるるとという,ふうにすると、まあ、状態空間というのは0から3 l の整数からなる集合ですと。そですね、でその1万円ずつしかあのあの前後しませんから、えー、と前後というのはその所持金が増減しませんから、まあ、こういう形でよろしいということになります。はい、でその中で、今、この xt というのは、その t 回目の掛けをした後の所持金、半2万円を表すというふうにしましょうと。でそうすると、例えばこの6というところにいるときには、6万円。 持ってるってことになって、例えばこの T4 が6といったら、これは4回目の4回かけをした後の所持金が6万円であるってことを表せると,ということですね。 で,すね、で、えー、と今、この、えー、と問題の設定では、1回書きをすると、二分の1の確率で所持金が1万円増えて、二分の 1,、えー、1の確率で所持金が、えー、と1万円減るっていうふうに言ってますので、例えばこの X4 が6のとき、まあ、ここにいるわけです。この6という状態にいるというふうに思ってください。で、そのときに次の時刻には1、二分の1の確率で所持金が7万円になる、あるいは二分の1の確率で所持金が5万円になるか、どちらかとなうわけです。ですかね。という形で、 この6とかっていうところから、まあえっと、2分の1の確率で7、2分の1がフィてで5に行くというような形の状態性率が作られているというふうになっています。で、n が4の場合には、この端がです、ね、0と12になっています。12というのは 3×4 ですね。で、一旦この0とか12に来てしまったら、ずっとそこにとどまり続けるというふうに、ここではモデル化します。つまり、12っていうえっと状態に来たら、この掛けからもう抜けるんですけども、抜けるってことがですね、そのマルコプリンサーによる戻りかみにおいては、掛けないので、 12に来たら、ずっと12にとどまり続けますと。1という確率で、ずっと所持金12のままですようっていうふうにモデル化することにします。で、こういうふうにしないと、まあ、マルクフレーンザとして書けないので、まあ、書けないというか、こういうふうにすると、マルクフレーンザとして書けるので、こういうふうにしておきます。で、0の方もそうで、一旦所持金0になったら、本来はこの書けから抜けるんだけども、抜けるっていうことを表現する代わりに、ずっとこの0という状態にとどまり続けるという形で書くことにします。で、まあ、このようにすると、マルクフレーンザとしてモデル化できるということになります。 橋の,の,のところのです、ね、モデル化の仕方というのは別の方法もあるかもしれませんけれども、とりあえず今日は今日のやり方ではこれでやっていきますというふうにします。いいですかね。で、まあ、こういう状態性因数をあの頭に思い浮かべながら、今から考えるというか、先ほど、えー、と言った2つの問題ですね、それをどのように考えていくのかということをやりましょう。はい、問題なんだったかというと、最終的に0万円になってする確率は、破産確率はなんでしょうという問題だと、終了するまでにかけを行う。 回数の期待値は何で、ししょうっていういものでした。1つ目の方はこれ、確率を通ってます。で、この確率のことをこ PN と書きましょうと。で、PN と書いて、えっ、ー、と、解析していくんですけども、これをですね、そのまあ数学の言葉で書くとどうなるのかというふうに書いたのが、ここになります。ですかね。で、これは確率なんですけども、確率がこれ PR, ます PR と書いてあるんですけども、何の確率か。 まず、条件は何なのかというと、賭けをする前の所持金、初めの所持金は N 万円ですから、X0 は N であるという条件がつきます。で、その条件の下で、どういう事象が起こる確率を知りたいのかというと、これです。ある0以上の t において、Xt が0となるという事象です。ですね、これ、先ほどの,その前に戻りますけども、この状態遷移ですね、この0という状態に到達する。 ことがある時刻で起きれば、その後はずっとこの0というところでこうずっととどまり続けるわけです。だから、1回では0に来てしまうと、それでも破産なんですけども、そのような0が存在するという事象をここに書いてます。いいですかで、これこのように表せるということになります。いいですかね。だから、この確率を知りたいんですけども、これは n に依存しますから、n に依存しますから、t の長く。これだから t には依存しません、ね。これあの、ある t が存在して、 x t イコロだから、まあ、ここの t っていうのは、えっとまあ、ここの中だけで閉じている、極、ま、小、あ、変数だわけですねで。n っていうのはストローレ定義されていて、その n がこの pn で出てくるということになります。で、これが1番目の問いに対して計算したいものを数学的に表したものということになります。で、2つ目の方ですね、終了するまでに2かけを行う回数の期待値はと。 でこれも、これはだから期待値なので、まずこれ期待値についてますいいですね。で、どういう期待値かっていうと、これは条件付き期待値です。で、条件先ほどと同じで、えっ、ー、と、書きをする前の所持金 X0 は N ですよ、N 万円ですよ、というそういう条件がある。で、その条件のもとで、何になる、えっ、ー、と、終了するまでに書きを行う回数の期待値なので、で、終了するっていうのは、この XT っていう確率変数が0か 3N になる。どちらかになるということです,ですね。 どちらかになるような、えっと、XT がどちらかに、えっと、0か 3N のど,どちらかになるような T の最小値です。だか今、だかここのところを見通しいですけども、この部分ですね、ちょっと。えっと、この部分って、この部分ですね。この部分。この部分なんか、どう見るかっていうと、XT が0か 3N となる T の最小値です。 で、なんで、それの期待値です。それの期待値を考えましょう。これ何を言うかっていうと、XT が0か 3N になったら、先ほど言った通り、このマルコフレーンサーにおいては、ゼ0とか12にとどまり続けるわけです。まあ、例えば、だから時刻100において、XT が0になったら、その100以降、もうずっと XT は0なんです。ですね。で、0に初めに到達したのはいつですかとか、えー、と12に初めに到達したのはいつですかってことを知りたいので、その最小値。 民を取っていると思ってください,いいですかね。で、それの期待値が知りたい。ってことを言っているわけです。いいですかね。だからこういうふうにですね、その表現したいものをちゃんとですね、この数学的にこう表現できるっていうことは非常に重要な能力で、皆さんにちゃんと身につけてほしいんですけども、まあ、それはともかく、ここではそういうふうに書いているということになります。いいですかね。はい。で、今からやっていくのはですね、この1番と2番、実際にこれがどういう要になるのかってことを計算していく、数学的に計算していくということになります。 で、それをやっていくと。はい。で、今、この PN っていうのは、まあ、このように書いたんですけども、これ、これ N に依存することになるので、この N の部分を変えたら、まあ、ここの部分も変わるわけ PN も変わるわけです。だから、その今、N の部分を K にしましょうと。で、K にしたら、まあ、ここは PK と書けるわけですね。ですかね。で、まあ、これは、所持金が K 万円であるときに0万円で終了する確率を表すことになるわけですね。あの日本語で書くと。式はこのままです。で、 この pk で今、例えばこの n が4の時にはこういうその状態空間、マルコフレンズさ、状態性能がかけてるんですけども、今ですね、この k っていうのは、まあ、の n が4の場合は、0、1、2、点点点、12っていう、この、えっと、13個の値を取り得るわけですね。一般には 3n プラス1個の値を取り得るわけです。で、それぞれのこの k に対して、この pk が何になるのかってことを全化式を立て立て,て、 N だけじゃなくて、この PK をすべて計算しましょうという立場でやります。で、こういうふうにです、ね、問題を一般化するっていうのは非常に重要で、その再帰的にものを考えるとか、全化式を使ってものを考えるというときには、こういうふうにその N のところだけ、M 前のときのことだけ知りたいというふうに我々思ってるんだけども、それ以外、一般化したところで考えると、問題解決がしやすくなるということがよくあります。 で、これは非常に重要で、これはその、まあ、プログラミングにおいても重要かもしれませんし、こういうふうに、えっと、数学的に考えたときも重要、特に理算数学的なところでは重要になるので、それをやっていきましょうということになります。で、実際にここではこういうに書いてあるような全化式が得られるということになります。で、なこれ何なのか。あと P0 を見ます。P0 ってなるというのは K が0のときですね。だから、えっと、そもそも、もう、えっと、所持金が0万円であるとき、 その時に0万円で収入確率収了する確率っていうのはあるのかっていうと、もう所持金がえっと0万円ですよっていうところから始まっているわけだから、もうその時点で終わっているわけです。だからあその、その時点で0万円で終わっているわけです。だから、0万円しか所持していない時に0万円で終了する確率は1です。P0 は1になります。ですかね、じゃあ、えっと、右の方ですね。P3N。3N 万円所持している時に0万円で終わる確率は何でしょうと言われると、3N 万円、もうすでに持っていたら、この人は、 ずっとこの12、この 3n という状態にとどまり続けるので、状態が0になることはありません。xt が0になることはありえません。つまり p3n は必ず0です。いいですかで、問題はですね、その k が0でも 3n でもない場合、1から 3n-1 の間にある場合です。で、その時には、ここに書いてあるような全化式がなりとします。全化式がなりとします。これ、まあ、読みますね。 pk イコール2分の 1pk マイナス1プラス2分の 1pk プラス1です。で、これがなぜ正しいのかってことを次のページで説明していきます。いいですかね。はい。なんでか。今ですね、これ pk の定義書いてます。x0 はじめに k 万円持ってるという状態。そういう条件の下で、xt が0になるような t が存在する確率は何でしょうというふうに言っています。で、そうするとですね、 えっとこれは今、k はゼロではないので、k はゼロではないので、この t としてゼロが取られる確率、えっとゼロが取られる確率はゼロです。ですねだから、これをあのこの t を1以上にしても、えっとこの確率変わりません。ですかね。これはその x ロがゼロではないから。あ、だから、k がゼロではないから。K がで,はないからですね。で、これを見ますと。で、この次にやるのはですね、倍分けです。 なんなのかっていうと、じゃあ、この、えっと、今、x0 は k であるという条件がついてるんだけども、さらに x1 が h であるっていう形で倍分けをしましょうと。で、これ、前回ですね、あのチャップマン・コルモグロフの方程式っていうのを導くときにも、やったような考え方です。で、この x1 が h であるっていう条件をつけて、このそれによって倍分けすると。そうすると、後ろにその確率が出てきまして、えっと、全体的にこの h が取り得る値、0から 3n で和を取ると。 いう形になってこのの確率ががその x 1 h で、あるるととといいうう h のりにによって倍分けできるということになります,ですかでそうすると、今考えているの、我々が考えているのは、マルコフレンですから、ここの部分のですね、確率ですね、ここだったと思うんだけども、そ,、ね、あその前に、その前にですね、こっちですね、こっちから見ましょうね。これは、x0 が k であるときに、x1 が h である確率なんだけども、先ほどの、えっと、 あれですね。あの、状態遷移図を思い出すと、えっと、x0 が k のときに、x1 としてありうるものは k、k プラス1か k、k マイナス1しかないわけです。だから、この x1 は h になるんだけども、えっと、その h としてありうるのは k、k プラス1か k、k マイナス1しかなくて、それぞれは2分の1の確率で起こるわけです。ですね。だから、えっと、この和は、h が0から 3n まで取られてるんですけども、実際にこの、 条件付き確率が正となるのは H が K プラス1と K イナス1のときしかありませんので、それだけ残します。他のところは0だから。でそうすると、この H のところですね。が K、K マイナス1のものと K プラス1のものだけが残って、他は全部0となると。で、今言った通り、ここの条件付き確率は、どちらも1 2分の1ですよ、ということになるわけです。で、これ、2分の1書きましたと。で、もう一個重要なのは、 今です、ね、ここのところに条件があるんですね。x0 が k かつ x1 が k-1 とかですね、下の方は x0 が k かつ x1 が k 1って書いてるんですけども、今あの考えてるのはマルクフレンサなので、えっと、この確率というのは1つ前の状態でしか決まりません。 だから今、x0 が k、x1 が k-1 って言ってるんだけども、この x0 の状態が、x0 における状態が、えー、と時刻時刻ですね。時刻0における状態が何であっても、えー、とそれは、それに関して独立であって、x1 時刻1の状態のみで、この確率が決まっているというのがその確率、えー、マルコフレンサーの性質なわけです。だからそう思って、 とこの部分が x1 イコール k-1 という条件だけ、後ろの部分も x1 が k プラス1だけの条件という形で書けるということになります。いいですかね。で、そうすると何なのかと。今ですね、ここが、えっと、時刻1において k-1 マイナスであるという えと条件のもとで、XT が0となるような1以上の T がある確率はなんでしょうと言ってるわけです。で、これはその時間をずらしてもマルコフ連ンサにおける確率は変わりませんよっていう条件から、この部分を、えー、と全部1だったものを0にしても、この確率は変わらないわけです。そのマルコフ連ンサにおけるそのと、えー、と状態遷移の確率、遷移確率というのは時刻に依存しませんから、1の部分を0に変えても同じ確率になると。 いうことになります,ですか、ね、でそうすると、ここの部分っていうのは実は先ほどの記法によると、これは pk-1 なんですね。この部分、この x0 における状態が k-1 のときの欲しかった確率、あえっと、事象の確率。中央の部分も同じように見ると、この部分が k プラス1ですから、これ全体は pk プラス1になるわけです。いいですかということで、 この式全体は、先ほど言って、あ、すいません。先ほど言っていた、2分の 1pk-1 プラス、2分の 1pk プラス1になるということになります。いいですかね。いいでしょうか。で、これは、直感的に言うと、ま、あごく当然のような気がしてきて、なんかこの k というところ、ま、あ今、k として8というところを書いてますけども、えっと、ここから、 この0っていうところに行くという確率を考えるんだけども、その行くときには、えっと、7を通って0に行くか8あれと、8か9を通って0に行くかの、まあ、どちらかが起きるわけです。で、一旦7に行ってから0に行くっていう確率は、2分の1かける pk-1 であって、9に行ってから0に行くっていう確率は、2分の1かける pk プラス1ですよと。 いう形で、まあ、書けるっていうことのその場合分けを通してプラスになって書けていますよってことで、まあこの状態スインから皆さんが得るような直感とちゃんと合うような式がここでは得られてると。で次のページのところでやってるのはそれがそのちゃんとその数学的にもあの理にかなってますよということをまあ言ってるということになるわけです。だから直感がちゃんとこの数学的な形式と合ってるということを言ってます。ということで全化式が得られました。 で、この全化式を解けばよろしいようになります。で、相当 PK っていうものが実際に何なのかということが分かります。で、気をつけてほしいのはですね、何かっていうと、これ、いわゆるですね、初項と言われてるも、この P0 が1なわけです。で、えっと、ここ、これ、いわゆるこれ参考間全化式と言ってるようなものです。 なかこれ、参考官全化式っていうものは、皆さんの、この数列とかというものを直感に、直感が正しくっと発揮できると、初期値がですね、P0 だけ、一つだけしか決まってない、一つしか決まってないと、参考官全化式、これは、例えば P1 とか P2 っていうのは、これ定まらないわけです。いいですかね。だけども、これトリックがあって、P3N っていうのは、これが分かってるわけです。だからこれは、その、皆さんがよくその、今までその、 扱ってきたような全化式とは違って、そのだから初期値が与えられていて、そこから順番に P1,P2,P3,P4,P5 というのがずっとその無限に決まっていくというようなタイプの全化式ではなくって、端が決まっているんです。P0 と P3N。端が決まっていて、中のところがその端から順番に決まっていきますよというのはそういうような、端から順番というのもちょっと語弊があるんだけども、<laughs> 端が決まっていて、そこから中の方が決まりますよってそういう形の。えーっと 全関式になってきいてるわけです。で、これはその微分方程式でいうと、初期値問題と、評価値問題の違いみたいなものなわけです。で、まあ、これらはちょっとその微分方程式においても扱いが違ったりするわけですけども、 全滑ああ期、このなんか理、理算的な問題の場合には、あんまりその違いはですね、えっと、出てこないというと、ちょっと嘘っぽくなりますけども、だからそういう意味で言うと、これはその境界値問題のような形の問題になっているということになります。だから、その初期値問題のときのような、えっと、なんていうんですか、考え方で順番に決まっていくと思うと、ちょっとそれは決まっていかないので、それは注意をしてくださいということになります。 はい、で実際、これ解いてみましょうということにな,な,な,なるんだけども、だからその,の P0 が分かっているから、次の P1 は決まりましょうということにはならないので、そこは注意をしてください。じゃあ、どうするか。今ですね、まずちょっとこの真ん中の式、ちょっとこれ、書き換えましょうと。これその参感化、ね、参考官全科式のあれなんです参考官全化詞であるとか見えるように書き直そうとするとこんな形になります。全然これじゃ見えませんが、これ、全体で2倍して、ちょっと、あの、 整理してるんですけども、PK がえっと右辺と左辺じゃない左辺と右辺に両方出てきてるという形になってます。で、これがいいの今こういうふうにちょっと無理に書いてるんですけど、これがいいなん何,何かって言うと、PK プラス1マイナス PK これはいわゆるその解差って言ってるやつですね。で、PK マイナス PK マイナスでこれもその解差って言ってるものなわけですで。つまりこれはですね解差が定数だった。 であると言ってるわけですね。で、その性質を使うと、この会社が決まってきます。で、どう決まるのかってことを見ていくと、pk が分かりますよっていう仕組みになってます。で、どういうことかと。今、じゃあ、この会社のことを、p、9k と置くと、q k イコール 9k-1 になってると。この範囲でですね。この範囲でですか。これが今、q k で、右辺が q k 1ですね。じゃあ、えっと、90は何かというと、q 0は、 えっと、この式によると、p1-p0 なんだけど、p0 は今1だと分かってます。けど、p1 分かってない。こんな感じになってる。だけども、えっと,と、9k と 9k-1 は同じなんで、ここから何が分かるかっていうと、91は90と同じ。で、92は91と同じ。こんな形になってくわけです。ですね。ってことは、何かっていうと、90も91も、 9にもこれ全部同じで、点々点でどこまで同じかっていうと、93n まで同じだけです。3n-1 まで同じです。すみません。これは k が 3n-1 までですからね。93n-1 以上で同じです。じゃあ、これ 93n-1 ってこ何なのかっていうと、これは定義から p3n-p3n-1 です。ね ってことになって、で、これで今、P3n が0だって分かってるってことが重要で、これで何かが分かってくるってことになります。どういうことか。ちょっと今、えっ、ー、と、もう一回それを、えっ、ー、と、スライドで言い直します。ですね。そうすると、今言ったみたいに、9 0から9 3 n 1は全部同じ。で、9 0は今1、P1-1 だと分かってます。ですね。今、ここまでが前のページで書かれたことです。 そうすると、今、この式から何がわかるかというと、p1 は、えっと、まず p0 プラス p1-p0。P これはその p0 を足して引いてるっていう、そのだけの式です。えっと、自命なしです。自慢の自なしつまんない式です <laughs>。ですね。で、この p ス p 0っていうのが、えっと、先ほどの定義から90なわけですね。ですね。p1 が1プラス90だってわかりますと。で、じゃ同じように、じゃ p2 っていうのを考えてみると、p2 は、今、えっと、これはその p2 に、 それをちょっとうまくこうあの順番を整理すると、これが1プラス90プラス91になると,いうことが分かります。で、90と91同じだ,だので、これは1プラス290になると,いうことが分かります。いいですね。ということを繰り返していきます。そうすると、pk っていうものを考えたら、この pk っていうものは、pk に p0 から pk-1 を足して、p0 から pk-1 を引くとで、整理するとこんな形になるわけです。 こ,んな形ですこれはその上の式のこの部分が一般化されていると思ってください。いいですかね。そうすると P0 は今1でした,でしたと分かっていると。で、この差は先ほど QI と定義しましたということですね。で、QI は全部同じなので、なので、えっと、K が 3N-1 までだったら同じなのであ、すいません、すいません、すいません、i がですね、i が 3N-1。1 同じなので、えっと、これ全部足すと、これ、QI が稽古あるので、K へ Q0 になるということになります。で、これはその K ずっと大きくしていっても同じなので、K が 3N のところで、やると、ここに出てくるのが1プラス 3NQ0 になるということになります。ですか。で、今はこ、我々われは P が 3N、P3N っていうものが0だと分かってるわけです。ってことで、ここから Q0 が分かります。 90はまあ、これ整理すると、0イコール1プラス 3N90 これ整理すると、90イコールマイナス 3N 分の1になります。ですね。でそうすると、ここから PK が分かります。90分かったから。そうすると、今この90のところにマイナス 3N 分の1入れると、PK が1マイナス 3N 分の K となると分かるということになります。ですね。で、これで PK が分かりましたということになります。で特に K が L のときには1、1マイナス 3N 分の N なこの K の部分を N にすればよろしい。そうすると、これは、 1マイナス3分の1ですから、これ3分の2ですよということになるということですね。いいでしょうかね。ということで、まあ、こういう形で、まあ、あのちょっと解き方は技法的かもしれませんけども、まあ、こんな感じで例えばの PN というものが求まるし、まあ、一般的に PK というものが求まりますということになります。よろしいですかでこれでその1番目の,その破産確率というのは計算できましたということになります。いいでしょうか でこれが破産確率の話なんですけども、じゃあもう一つの方ですね。こちらの方、何だったかというと、これは最終的にその,、えっと、その終わるまで何回かけをやることになるのかってことの期待値は何だったでしょうってことの話。この条件付き期待値を考えましょうということです。で、これもですね、先ほどと同じような形で、えっと、 考えたいんですねその一般化したような形の全化式を取ろうと思います。で、今この tn っていうのがあるんですけども、この式の中ですね、この式の中。<laughs> この式の中には、えっと、n がですね2回出てきます。3n のところと n、この、えっと、条件のところ。で、えっと、この前のところの 3n を変えてしまうと、このマルコフレンズ自体を変えてしまうことになってしまうので、それはしたくないんですね。で、後ろのこの条件のところの n だけを k と変えましょうと。で、前のところの 3n はそのままにします。 という形で、その一般化した問題を考えましょうと、無理しますで。そうすると、この文字としては n と k の2つあることになるので、今考えたいその量のことを tnk という形で、えっと、2つ、えっ、ー、と、なんだろうな、それ以上パラメーターを持つような、えっと、形で考えましょうと。で、このとき、えっと、このとき tn っていうのは、えっと、tnn であると。この k が n のときに、 上のの式とと同じものが出てくるということになるわけです。いいですかね。で、この tnk のまあ一般項をまあ導きましょうってことをしたいわけですね。で、そうすると、まずですね、tn0 とか tn3n、この k が0とか 3n の場合、何が起こるかと考えましょうと、T。k が0ってことは、もうすでにこの時刻0において0にいますよとす。りまで、そうすると、 この xt が0か 3n ですよっていう条件が t が0のところでも既に成り立っていることになります。ので、このそれを成り立たせるような t の最小値は0になります。ですかだから tn0 は0になります。はい、同じように k,、えっと、k が 3n のときの右端にいるわけです。で、そうするとこの xt が0か 3n ですよっていう条件が t が0のときにもう既に成り立っていることになるので、この最小値ゼ0になります。 だから t の n の 3n は0になります。だからこれはその、えっと、まあ、その端の値、先ほどの境界一問で、その境界の値になるということになるわけです。境界条件になるわけです。ね。じゃあその k が一般的な場合、真ん中で,です、ね、その1以上 3n-1 ス一の場合にはどうなるかと。3n-1 以下の場合にはどうなるかというと、それを考えていきたい。そうすると先ほどのです、ね、直感的な話がまたあるわけですね。例えば、今、えっと、ここら辺、この,このまあ7つ、ここを今、k だとしましょうと。 今、この、えっと、えっと、ある時刻でですね、この、えっと、K 万円持ってるという状態にいるとします。で、じゃあそこから、この0か 3N に行くまでには何回書きをすることになるでしょうというと、それは1回書きをすると、まあ、その隣の K マイナス1か K プラス1、万円持っている状態に移動するわけです。だから必ず1回は書きをします。 じゃあ、その書きをし終わった後何が起こるのかっていうと、二分の一の確率で k-1 の方に行くんですけども、そこから改めて0か 3n に行くまでに書きをする数を考えると、それは tnk-1 になりますねということになります。あるいは、二分の一の確率で、2分の一の確率で k プラス1っていう状態に行くんですけども、そこから改めて0か12に。 到達するまでの掛けの回数っての期待値が tnk プラス1なわけです。ということで、その場合分けをして、えっと、足し算を行うと、こういう形になりますよね、という形で、まあ、直感的にこういう意識が成り立つかなって気はするわけです。いいですかで、今からちゃんとこの直感をあの数学に基づいて、式変形していって、成り立つってことを確認しましょうということをします。だから今はまだこ直感の話しかしてない。なんで、本当に成り立ちますかということになります。で、それをやっておこうということになります。 で今、ここに書いてあるのは、これは TNK の定義ですで。先ほどと同じように、一、えっと、回進んだら何が起こるのかってというを書きますで。それはまた倍分けするわけです。でその倍分けにおいて、こういう式が、えっと、なんだっけ、条件付き期待値に対して成り立つのかって言われると、それはですね、あの前回、あのチャップマン・コルモグロフ方程式を導くところで、その,あの出てきたような演習問題の式と同じようなものが、えっと、 条件付き期待値についても成り立つということが言えまして、でまあ、それをここに書いてあるんですけども、まあ、それを使うと、その x1 が何であるのかってことにを使うことで、えっと、なんでしょうね、えっと、その倍分けができると、x1 が h であるということを、まあ、条件に加えて、その h が取り入れる値0から3円までで全部足して倍分けをしましょうということになります。いいですかねかここ,、まあこれあの 確率がここに出てきているという形になります。ですかね。で、えっと、ここの確率がまたこの、えっと、0となるときにならないときと考えると、H が K プラス1と K マイナス1のときだけしかこ,こに残ってこないということになります。で、そのときだけを書きましたということですね。それが次の行です。で、他のところは全部、この条件付き確率が0なので書かないということになっています。で、で今、ここの条件付き確率は先ほどと同じように、どちらも えっと2分の1ですということになるわけです、ね。で、えっと、この前の部分も先ほどと同じような形なんですけども、これ考えているマルコフレンサですから、えっと、1つ前の、えっと、2つの状態が並んでいるときは、この前の,この状態はえっと無視しても確率が変わ,が変わらないので、期待値も変わりませんということになります。ということで、えっと、ここは無視できますとで。そうすると、無視すると、ここに書かれているものですね。ここっていうのは、この前の部分。前の部分に書かれているものが、 何なのかというと、これが、えっと、これちゃんとやらないといけないんですけど、もうこれちゃんとやってなくて、1プラス tnk プラス1になりますよとなります。なんでかっていうと、これ x1 という形で、これ1つ、えっと、時刻が進んでるので、x0 がもともと条件だったんだけども、x1 に条件に変わってるので、それでこれ1が出てくるということになって、残りが k プラス1だから tnk プラス1になると。 いう形で書いてますちょっとここはちょっ,とってますね。しょっていてあんまりよろしくないですけども、まあ、そういう形でできると。で、収納確率は1 2分の1になるということになります。ちょっとここはしゃっとってしっていて、なんでこれが本当に1プラス t n k プラス1なのかとか、ちゃんとやらないといけない気はしますけども、まあ、えっと、なりますと。えっと、ちゃんとやってないならできませんけども、まあそういうことにしましょうと。で、これ整理すると1、1プラス 二分の 1tnk プラス1プラス二分の 1tnk マイナス1になるということになります。いいですかね。ということになりまして、ちょっと待ってくださいね。今言ったのはちょっと間違ってたかもしれないので、ちょっともう一度やり直すと、まあ、ここの部分ですね。 この部分で今、その x0 イコール k の部分を無視したんだけども、これ無視しない方が説明しやすそうな気がしたんです、無視しない形で説明します。今、x0 は k であるっていうふうに言ってるんだけども、えっと、ここにその余分にこう、えっと、x1 が k プラス1であるっていう条件がついてるわけですね。これ、条件ついてるってことは、すでにこの x0 が k の状態から x1 が k プラス1の状態に遷移してるんだってことになります。遷移してるってことになります。で、その遷移を表してるのがこの1です。 1>, 1回線移はしてますよと。で、その線移をした後でどうなるのかということを考えると、今これ K、K プラス1っていうところから、えっと、あと,、えっと、何回で、えっと、その0か 3n に行きますかということを期待値で考えているので、Tn、K プラスが出てくるということになるということで、これが得られるということになりますということですね。まあ、どちらもちょっと直感的な説明になっていて、よろしくない気がするんですけれども、まああの、そうなりますということになります。 例えばこれを得られるということになりまして、えっ、ー、と、全化式ができましたということになります。これですね、だから特にば全化式これですと、K が0か 3N のときには0になって、その間のときにはここに書かれているものになりますと。で、これ解くのが割とね、これ大変なんですね。これ大変なんです、ね。で、知りたいのは TNN です。これがその先ほどの記号でいうところ TN になるわけですけども、これ知りたいわけです。 で、まあ、これを先ほどですね、あのー、破産確率の話をしたんですけども、破産確率の時と同じような形で計算していこうと思います。だから、このなんか、解差を作ると。回差を作ると。解差を,を作ると、この下の方の式ですね、これ、えっと、両辺2倍して補正すると、この回差はですね、回差マイナスになります。だから、この先ほどのですね、破産確率の場合は、その回差がですね、定数であるっていう、非常にいい状況だったんですけども、これは回差を取ると、この解差がですね、倒差数列になっていると。 だから今この差のことを uk と書いたら uk イコール uk-1-2 ってこういう形になっていると。だから uk どんどん強くなっていくわけですね。k が1から3ス1のとき。ですね。で、じゃあここから実際にじゃあその tnk っていうのは何なのかってことを考えていたんですも、先ほどと同じようにこの tn1 っていうのを回数を使って表しましょうと tn0 プラス tn-1-tn0 マイナス。で、 えっと、tn-1、えっと、tn0 はこれ0でした。ですね、tn0 はこれ0でした。だから、ここ0です。で、ここの部分が解差で u0 になっていると。この部分、u0 になっていると。ということか u0 になります。tn1 は u0 ですと。じゃあ tn にはどこでしょうと。で、同じように計算しましょうと。そうすると、ここが、えっと、u0 で、ここが u1 になるんですね。 で、先ほどの、その、えっ、ー、と、搭載数列のところあったんですけど、u1 は u0-2 になります。だから、これ全体で 2u0-2 になると。ですか、ね、tn2 は 2u0-2 になると。で、同じように tn3 っていうのを計算すると、ここが u0、u1、ここ u2 になるわけです。そうす u1 は u0-2 で、u2 は u1-2 だから U、u0-4 になります。複数すると、これ 3u0-6 になる。 で、これで一般的に tnk は何になるのかってことを推測してほしいわけですね。でそうすると、ここの2は2、3は3って感じなんで、これは ku0 かなんか出てくるかなって言うんだなると。で、後ろの部分は2のときには、k は2のときには2、3のときには6って感じなんで、これなんでしょうねって形で、ちょっとこれは、えっと、一足飛びでちょっとあの、なんだろうな。 のちょっとこの段階ではま,まだ難しいかもしれませんね。だからちゃんとやってみましょうと。でちゃんとやってみると、こんな形になると。えっと、またこの解散と形で書いてみると tnk っていうのは tn0 プラスこの輪になりますよということですね。で、えっと、この部分の輪は何でしょうと言われると、えっと、だからこれは、これちゃんと計算してないですね。ちゃんと計算してないで、ちゃんと計算すると、 こうなるんだけども、そのちょっと途中で飛んでるんで、ちゃんとここの部分を計算しようとして、今からやるとうまくできるかどうかわからないですけども、まず t n 乗これゼロですね。で、これはだから、えっと、u0 プラス、えっと、u1 プラス、点点点プラス、uk マイナス1。こういう形になっているということになりますと。そうすると、これは u0 プラス、u0 マイナス2、プラス、えっと、u0 マイナス4、プラス、点点点プラス、u0 ロ マイナスあこれ2かける k-1 マイナスですね。こういう形になっていると。思いますね、はい。そうすると、これは u0-2 かける1プラス2プラス、点々点プラス,ス k-1 になります。ですかね。で、ここの部分のは、これは何でしょうでこれ多分皆さんよくご存知で、間違えないと言われていただけませんけども、2分の 1k かける k-1 マイナスですね。 間違いそうなんですけども、多分これではあって。で、この、えっと、2の部分がキャンセルされると、これは出てくる。あ、すいません。えっと、ここ K があります。すいません。U0 の K がありますから、こうなると。はい、すいません。で、この KU0 が出てくるという形になります。ということで、この結論は正しいことになります。で、今、TNK は0だった。じゃあ、TNK は0じゃないですとい,いうことが、えっと、これ一般的にこの TNK が何だかって分かったので、TNN が分かります。 tn3n n がわかります。す <laughs> い tn3n n がわかります。この k のところを 3n にしたのが、k のところを 3n にしたのがこれです。でね。で、この tn3n n が0だということがわかっているわけです。でそうすると、この式から u0 がわかります。ですね。U u0 わかります。この式から u0 が3 n スだとわかると。なりますね。で、その u0 をここに入れてあげれば tnk が求まりますとなります。したがって tnk は、この u0 に 3n-1 を入れると、 こうなって、まあ、これ整理すると k、k る3 n k になると。いいですね。で、この k が n のときじゃな何んでしょうと言われると、えっと、k のところに、あ、で、えすませんちゃんとあります。えっと、今、これ、k が1から 3n のときはこうだったっていうふうに言ったんだけども、えっと、この、えっと、k に0を入れると、これの式が0になるので、この式は、k が0のときでも成り立っています。 ということで、まあ、K が0から 3N のどれであっても、T、TNK は K×3N-K になるということが言えるということになります。で、まあ、ここまでで一段落。一段落です。一段落。一段落。ちょっと日本語がわからなくなってきましたけど、まあ、ここまでで一旦終わりです。で、今このじゃこの K を N にすると何になるでしょうと,うと考えるとこうなりますと。と K を N にしたものが TN なんで、すけども、それはこのの K を N N×3 N、にしますから、N、3 N でこれは 2n の事情でしょうということで結論が得られたということになるわけです。よろしいでしょうか。で、こういう形で、そのなんかその境界に値が、境界の値が定まっているような全化式を解くっていうのはちょっと技巧的になることがありえますけども、それはあの、まあ、考えればできる。 ことですし、まあ、今、ちょっとそういうものがどういう形で解けるのかってことをお見せしたので、まあ、そういうものを参考にしてですね考えていってもらいたいということになります。じゃあ、まとめですね、えーと。この問題は何だったかというと、3n 万円になるか、0万円になるまでかけをするときに、最終的に0万円で終わってしまう確率は3分の2。終了するまでにかけを行う確率の期待値は 2n の2乗になりますよということになるということですね。はい で、今、これはですね、この,この中、3L 万円、L 万円持ってたところが 3L 万円まで目標を、として、その、増やしたいというものがあるので、こういう結果になっているわけで、その、目標が変われば、結果も変わります。し、これ今、なんか、平等な賭けなんですね。こんな賭け、多分、世の中にないと思うんですけども、<laughs> 平等な賭けの場合には、こうなるんですけども、もっと、その、なんだろう、えっ、ー、と、所持金を増加させるような確率は、まあ、普通の賭けではですね、こんなに高くないわけです。 で、そういうふうにその、この確率が違う場合にも、この、えっと、結論がですね変わっ、えっと、違うものが出てくることになるので、で、その時には同じようなあの考え方をすると、対応するような数値が出てくるということになるので、えっと、それはですね、そういうふうに思うということになります。はい、よろしいでしょうか。はい、で、これが今日の前半の話、ギャンブラーの破産の話でした。はい。 ではですね、えっと、もう一つの話、有限グラフ上の三純ランダムオークの話をしていきます。はい。これは何なのかというと、ちょっとこれは歩くもないんだけども、えっと、やっていきます。考えた有限無効グラフです。こういうようなやつです。こういうやつです。で、えっと、今この V と書いたものが頂点集合で、E と書いたものが円集合だっていうのは、あの以前あの、こういう形としましたというってことをお伝えしたと思います。で、えっとですね、このグラフの頂点の上に何かコマがある で、そのコマをですね、動かしていくということを考えます。時刻 t0123 に対して、次のようにコマを動かしますと。で、時刻0の時には、どこかに決められた頂点 u にコマがあるとします。まあ、どこでもいいです。4とかですねと。コマがあると。コマがある。コマがある。ちょっと今、2はあんまりよろしくないかな。4にコマがあると。時刻 t、えっ、ー、と t が0の時に。で、えっ、ー、と t イコール k の時時刻 k の時に、 コマが頂点 V に置かれているとします。今、時刻0の時に頂点 4, 4にコマが置かれているとします。で、次の時刻には、コマが V の隣接頂点へ等確率で動かされるというふうにします。今、4という頂点にいたら、このちょ4という頂点の隣接頂点は1と3です。だから、1か3にこのコマは等確率で動きます。で、等確率っていうのはこれは2つの可能性があるので、2分の1ということになるわけです。で、例えば2分の1の確率で、えー、っと、 分の1の確率で選べるかなこれ ?3 に動くと、まあ。こんな感じですね。で、次は3にいたら次の時刻2においては、まあえっと、1か2か4に動くと。それは3分の1ずつの確率で動いて、例えば、えっと、サイコロ振ったらなんか1に動くことがなんか分かったと。って感じで動くということを、まあ、繰り返していくということになりますで。そうすると、このコマの置かれている頂点を XT とすると、その,、えっと、この頂点 集合を状態集合とするような状態空間とするような確率過程が得られるわけです。で、この確率過程は前の時刻にどこの頂点にいたかということだけで次に行く頂点とその確率が決まるので、これはマルコフ仮定なわけです。あ、ましろマルコフ連ンサー。マルコフレンなわけです。はい、ですかあ。で、えっとで、これはマルコフ連ンサですか。 で、そのマルコフレンサの状態遷移図書を変えたのが右側ですで。どういうことかっていうと、4にいたら1に行く確率は二分の1、3に行く確率は2分の1、のですね。2にいたら隣接頂点3しかないので、3に行く確率が1と、こういう形になっているわけです。いいですかこういうマルコフレンサです。で、このようなマルコフレンサ、確率化っいうのことを G 上のこのグラフ、 事情の単純ランダムウォークと言いますこの単純っていうのは、まあ、ランダムウォークっていうのは、このなんかコマがえっと歩いていく、ランダムに歩いていくっていうイメージを持ってもらえれば、そのまんまなんですけども、こ単純っていうのは、この確率がですね、等確率になっていることをまあ指していると思ってください。はい。で、このようなものを考えるということになります。で、 これ実はです、ね、よく使われていて、例えば何かっていうと、なんかそのすごく大きなグラフがあってですね、なんか探索したい。皆さんなんかそのグラフの探索とか言うとですね、幅優先探索とか、深さ優先探索とかっていうものをっと勉強したことがあるかもしれませんけども、そういうものってですね、このグラフ全体をですね、覚えておかないといけないんですよ。グラフ全体をですね、まあ、いかないです、ね、覚えておいて行うっていうのは普通なんですね。<laughs> ちょっと今は、えっと、少し。 慎重な言葉,言葉が言いましたけども、グラフ全体を覚えて動かすのが普通なんですね。しかし、グラフがですね、すごく大きくって、そもそもメモリーに収まらないとかですね、そういうことがあると、そういうアルゴリズムをですね、動かせないんですよで。困っちゃうんですね。困っちゃう。ですけども、例えば、この単純なランダムウォークっていうのは、今、その自分が、このコマがですね、どこにいるのかってことだけを、 と,とその隣接頂点です、ね、が何なのかということだけを知っていれば動かせるんですよ。で、それによって、なんか、でたらめかもしれませんけども、なんかこういうそのグラフをあの探索するってことができるようになります。で、そうすると、そんなにメモリーはいらないってことになるわけですね。だけども、これ、確率的なアルゴリズムになるので、探索アルゴリズムですね。だから、必ずすべての頂点に回れるとい,という保証がないわけです。 から、これはあの前々回の言葉で言うと、モンテカルド型アルゴリズムになるわけです。でそうすると、このやさこのすべての頂点をたどりにたどり着く、すべての頂点を見ることができるまでに何回、このえっと繊維をすることがいりますかとか、そのすべての頂点にたどり着くまでに、をめぐるまでに何回、その、えっと、繊維をする。 と十分ですかというのはちょっと言えないんだけども、えーと、その期待値として何回にそれがなりますかとかっていうことが、まあ、その興味の対象になったりします。で、そういうのはですね、あの興味の対象であって重要なんですけども、ちょっとそれを解析するのはちょっとあのこの講義、あと残りの時間では難しいので、ちょっとあのグレードダウンした、ダウングレードしたという考えます。それはですね、2つの頂点があって、1つの頂点からもう1つの頂点にたどり着くのにどれぐらい時間がかかりますかっていう、そういう話をします。 でそれはここでその到達時刻と呼んでいるものです。何かっていうと、頂点 u から頂点 v への到達時刻というような言い方をします。だから u と v という頂点はこれ決まっていると思ってください。その時何なのかっていうと、x0 で初めは u にいますよと。で、xt、時刻 t には v にいますよと。時刻0では u なんだけども、時刻 t には v にいるような t の最小値は何でしょうと。だから、その時刻0、初めは u という頂点にいて、 時刻、えーとえーとえー、と初めに U に行って V に行くまでにかかる時間は何でしょうとっていうのはこれです。で、最小値を聞いているのは何でかっていうと、これ、あのマルコフレンサーっていうのはずっと続いてきますから、初めに、えー、と V に行った後も何度も何度も、このマルコフレンサーっていうのは V に行くことになるわけです。だけども、我々が興味があるのは一番初めの時刻なので、民を取ってる、最小値を取っているというふうに思ってください。ですか。で、 この、えっ、ー、と、今これ、その到達時刻のことをタウ UV と書くことにします。で、これは確率変数です。その、どのように、その、等確率な審議を行うのかによって、U から V に行くのにかかる時間っていうのは変わる可能性があるわけです。ですが。で、えっ、ー、と、我々が、えっ、ー、と、興味があるのは、この確率変数、到達時刻の期待値です。それを、えっ、ー、と、考えたい。っていうことになります。 で、ちょっと,、えー、と用語に関する、用語でうか、定義に関する注意があって、えー、と今、このタウ UV は確率変数なんですけど、その確率変数の期待値自,自体を到達たた時刻ということもあります。で、それはちょっと、まあ、その本とか論文とか立場によって変わってきたりするので、それは皆さんも、えっ、ー、と、本を読んだり、論文を読んだり、自分で考えるときには注意をする。で、もう一つは、t が0以上ではなく、t1 以上で考える場合があると、もあります。だからそもそも、えっ、ー、と、 U にいるときに、えっと、U から U に到達するっていう時間、到達時刻を考えるときに、えっと、どうするかっていう問題があるんですけども、それをもうすでに到達してるんだから、ゼロとしましょうっていうのか、いや、U にいるんだけども、いろいろ回ってきて、もう一回 U に戻ってくるまでにかかる時間は何でしょうっていうふうに、到達時刻を定義する。かのどちらかって選択肢があって、後者の場合には T を1以上とすると。 いうふうにしたほうがまあ良いでしょうとあ、そういうことによってその考え方がモデルができるということになります。ので、まあ、そういうふうにすることもあるので、それもまたその場合によってどのちらを考えてのかということはしっかりと気にしてくださいと。で、われわれはゼロ以上でやっていきますということになります。はい。で、今からはえっと具体的なグラフに対して、この到達時刻っていうのを計算するということをやってみます。で、2つやります。えっと、次の2つのグラフを考えます。 で、頂点1から頂点 n への到達時刻の期待値が大きいのはどちらでしょうと ?1 ってここですね。で、n ここです。で、片方は、もう一直線にこの1から n まで並んでいるこういうグラフです。これは道といったりします。ですね。で、もう一個の方。これは頂点数 n-2 の完全グラフ。完全グラフっていうのはその間は全て この n-2 個の頂点の間す全て辺がありますよっていう、そういうグラフですね。の後に、この2つ頂点がついてて、その部分がこう道になってる。で、例えば、皆さん、幅優先探索みたいなことをすると、1から n にたどり着くのは、これも3歩でた,たどり着けるわけです。1、2、3。だから1と n の距離はこれすごく近いです。で、 左の方は1から n の間のところすごく遠いと。これ n-1 個、えっと、歩かないとたどり着かないということになります。で、この中で、えっと、どちらの方がこのランダムウォークにおいて1から n にたどり着きやすいですかと。どり着きやすいです。つまりその到達時刻の期待値が小さいですか。あるいは大きいのはど,っちでしょうどちらの方が1から n にたどり着きにくいでしょうということを考えてほしいというわけです。 でこれは今から計算をしていくんですけども、まず、えー、とこれ、どちらが大きそうかってことの直感をまずかん、えー、と得てほしいんですね。今言った通りに、1から n までの距離を比べると、左のえー、と右の方が小さいから、1から n に到達するのは、右の方が早いんじゃないかっていうふうに思うかもしれないし、なんか別の理由で、右の方は1から n に到達するのが難しいんじゃないかっていうふうに思うかもしれないわけですね。 で、そういうそのまず、その自分の中の直感っていうのをまず持ってもらって、今からのえっと計算を見ていくというとことにします。で、もしかしたら直感に合わない計算結果になるかもしれませんし、直感に合う計算結果になるかもしれない。 いうことになりますで確率っていうのは、とそと直感に合わないことが起きたりするので、直感に合わない計算結果が最後に出てきたとしても、それは別に皆さんの直感が悪いわけじゃなくて、そういうこともあるんだというふうに思ってください。だからその直感を信じるすぎると困る場合もあるので、それは注意をすると。だけども、まあ、正しい直感を養うというのも重要なことなので、まあ、直感が間違っていた場合には、まあ、そのここで正しい直感を養えるようにしてくださいと,してください,ということになります。でじゃあ、まずです、ね、この左のほうからやっていきます。これですね。 頂点数の道で1から n に向かうことを考えますと。でそうですると、グラフの形状から次が分かるとこれが重要なんですけども、1n、1から n に向かうには何が起きるかというと、これ 1, 1から n に向かうには必ず2を通る必要があります。だから1から2にまず行く必要があります。から1から2に到達する時間は何でしょうと。で、次、2まで到達したら次、2から3に行く必要があります。2と3の間の到達時間、何で到達時間は何でしょうと。 いうのを足しますとで、点々点ですね。同じようにこのなんかその隣に合うもの同士とか全部こう通っていく必要があるわけです。で最終的にこのタウ n-1 まで来たら、タウ n-1 から n に行く。この時間は何でしょうということを見れば、タウ1のが分かりますというような形のグラフをしたわけです。いいですかこれはそのグラフの形状から分かると思います。 そうすると、今知りたいのは、このタウ 1n の期待値ですから、期待値の線形性から、もうタウ 1n の期待値っていうのは、この一つ一つの、このタウなんとかの期待値の割になるわけです。でそうすると、一般的なところでは、これは、えっと、タウ ii プラス1の期待値形にいう形になってるわけですね。で、これがすべての i について分かれば、そしてタウ 1n の期待値が分かると。 いう形になってますので、このタウ i i プラス1、これが何なのかってことを計算しましょうということになります。タウ i i プラス1が i が1から n-1 の場合の全ての場合に対して分かればよいので、これを計算しましょうということになります。いいですか。で、これやっていきます。で、じゃあ、まずこの i が1の場合、タウ1 2の期待値なんでしょうと。1にいるときに、2に行くまでにかかる時間の期待値なんでしょうっていうと、1にいるときには必ず次の時刻に2に行きますから、 この期待値は1です。この期待値は1というか、このタウ1のタウ 1, 2自体が1です。だから期待値も1になります。で、これはまあよろしいと。で、次。じゃ一般的に考えますと。タウ i, I、i プラス1は何でしょうと。で、これは先ほどのそのギャンブラーの、えっと、破産の時のようなことを思い出して考えましょうと。今今、i という状態、頂点にとします。 で、右の頂点が i プラス1で、左の頂点が i マイナス1なんですけども、状態線移としては I、i プラス1の方に行く確率が2分の1です。で、i マイナス1の方にかけ確率が2分の1です。で、i プラス1の方に行ったら、i から始まって i プラス1の、えっと、頂点をすでに訪れたので、この、えっと、到達時刻は1になります。だから、2分の1の確率で、2分の1の確率で、この到達時刻は1です。ですか で2分の1がフレで、これ、左に行ってしまうんだけども、左に行ってしまったら何が起こるかっていうと、これは、まず一歩動くわけですね。一つ時刻を費やしますと。費やした後は I、i マイナス1にいるんですけども、i マイナス1から i プラス1に行く必要があるわけです。もともと i から i プラス1に行こうと思っていたわけだから。だから、そのくつに、ちょっと遠回りするんだけども、で、その i マイナス1から i プラス1に行くための到達時刻っていうのが、タウ i マイナス1、i プラス1なので、その期待値はここでプラスで出てくるということになります。 場合、ね、分けをして、それぞれの場合について何回かかるのかということの期待値を書いているということになります。いいですね。で、このタウ i マイナス 1i プラス1の期待値っていうのは先ほどと同じ考え方をすると、これこの、この部分の,この道の部分で分けて考えると、この部分っていうのは i マイナス 1i と i プラス1の部分でこれ分けられるということになります。ちょっとこれちゃんと入れましょうかね。今こうなってるんだけども、この部分は e の タウ i-1i プラス e のタウ i i プラス1というこうういふうに分けられるわけですね。このグラフの構造から、形状からこれは分かるわけです。で、えっと、この1の部分、定数の部分は足すと1になる。で、ここの部分、係数微分子が出てきて、この形になるということになります。で、これ見ると、今、左辺がこうタウ i イプラス1なんですけども、この項がですね、ここにも出てきてる。 だからこれは、実はこれ全化式になっています。おっとすいませんね。これだから整数とこういう形になります。えっと、タウ ii プラス1の期待値を左に集めると、まあ、これ全体2倍して整数とこの形になると。ですね。で、これは、等差数列ですね。等差数列。この ii プラス1の部分の i を1つ小さくすると2が足されてくるという形になっているわけです。従って、まあ、この 例えばこの i,i イプラス1。タウ ,i,i イプラス1の記載値を ai と置くと、こういう等差数列になっているということがわかると。初期値1ですね。だからこれは普通に解けて、ai は 2i イマイナス1になります。ということなります。で、まあ、i の取り得る範囲は1から n m マイナス1だったので、それに対してこうなると。つまり、えっと、タウ ,i,i イプラス1は 2i イマイナス1なので、欲しかったこととして、今これが出てきましたと。 1、I I、1の期待値は 2i ですよとと分かったとでそうすると、1から n までいくものはどういうふうにかけるかっていうと、これの期待値はこれでしたとですね、タウ1、L の期待値、はれ,れ知りたかったんですけども、これなんですけども、これ一つ一1つは 2i-1 になっていて、i が1から n-1 まで足したものですよということになります。で、まあ、この変形というか、この和の取り方は皆さん、まあ、できると思うのでやっていただくと、n、n-1 の道になります。 いいですかね、まあ。ぜひやってください。やること、NO7 の認証になりますと,ということになりまして、えーと、欲しかった期待値、到達時刻の期待値が得られましたということになります。よろしいですかね。だから、これ N の2乗に比例するような形になりますけれども、そういう形で1から N にたどりつけると。だから、その行ったり来たりして、 すごく時間かかるんですけども、まあ、期待値の意味では n-1 の2乗。だからこの辺の数の2乗ですね。辺の数の2乗で行けますよっていう、えー、と期待値の意味ではたどり着けますということになります。ですかね。はい。で、これが、先ほどの,その左側の場合だったんですけども、じゃあこ右側の、こういうふうにその、完全グラフに2つくっついてますので、ね、こういう場合に1から n に行く到達時刻の期待値なんでしょうということを計算すると。でそうすると、先ほどと同じようにこのグラフの形状から、 1から n に行くには、n-2 と n-1 を順番に通る必要があるので、τ 1n っていうのは、τ 1n-2、プラスタ n-2n-1。で、n-1n。こういう形になるということになります。いいでしょうかね。ということなので、期待値を考えると、期待値の線形性から、この τ 1n の期待値は、τ 1n-2、τ n-2n-1 の期待値、τ n-1n の期待値。 という形に分かれますということですね。で、この3つが分かれば全体が分かりますよということになるので、この3つをまあ順番に計算していきましょうということになります。ですかじゃあ、まずこれ、タウ 1n-2 からやっていきます。この部分ですね。ちょっと待、えってください。やっていきます。まずですね、これが分かればよいと。 でまずこのタウ1、N、n-2 なんですけども、これどういうことになっているのかっていうと、これいきなり式が書いてあって、何なのかということになるので、これを説明していきます。今ですね、1にいるわけです。1にいますと。で、えっと、n-2 に1回でたどり着いてしまうんだったら、その、えっと、n-2 にたどり着けるので、その時の、えっと、n-2 に,にたどり着くまでの時間は1になります。 で、それが起こる確率は何でしょうとううなんですけども、今、一に隣接している頂点、これ何個あるかっていうと、これ N マイナス三個あります。ですか。このこの2人がここには N マイナス二個の頂点があるので、一以外の頂点の数は N マイナス三個あります。ですか。だから、その N マイナス三個の中の一つである N マイナス二が選ばれる確率は N マイナス三分の一です。ですか。だから N、N マイナス三分の一の確率で N マイナス二に直接行って、その移動時間は一になります。 それ以外の場合、それ以外の場合は、それ以外の場合はどっか別のところに動くんですけども、の動いたときの状況を考えましょうとで。動いた後の状況はどういうことになっているのかというと、今これ3という頂点にいるんですけども、ここでは一歩で n マイナス2に行けて、その確率は n マイナス3分の1であって、n マイナス3分の1であって、他の頂点に行くと、 そこではまた同じような状況が生まれているわけです。同じような状況ってどういうことかっていうと、先ほどは1っていう頂点に行ったんだけども、1という頂点にから見える景色って言ってるんですかね。その l マイナス3分の1の、えー、と確率で n マイナスという頂点に行って、他の、えー、と確率で他の頂点に行って、また同じ状況になるっていうのが、頂点1であっても2であっても3であっても、l マイナス3であってもどこにあってもその同じ状況にあるわけです。 だから何なのかっていうと、タウ 1n-2 っていうのと、タウ 2n-2 っていうのと、点点点点点、タウ n-3n-2 ってこれ全部同じなんです。いいですかだから、n-、えー、っと、 1>, 1, 以外1から n-2 以外の頂点に行く確率は n-3、n-4 なんですけども、そこに行ったら何が起こるかというと、まず1回移動しますと。1回移動して、そこから n-2 って頂点に行かなくてできないんだけども、その到達時刻は1から n-2 までの到達時刻と同じですよということになって、その期待値が出てきます。いいですか。これは割と重要な考え方で、ちょっとうまく説明できていないからできないんですけども、それがう形になります。そうすると、この式は、 今、正しいというふうに言ってるんですけども、この式に出てきている期待値は、タウ 1n-2 の期待値だけなんです。だからこれは普通の方程式で、全滑式でもなんでもなくって、ここからタウ 1n-2 の期待値が決まります。決まります。で、これちゃんと計算してあげると、こんな感じになって n-3 とこれ決まるということになります。いいですかで、これは、 別の言い方をすると何なのかっていうと、1とか、まあ、どこにいてもいいんだけども、n マイナス3分の1で n マイナス2っていう頂点という当たりくじを引くというくじだと思ってほしいわけです。で、その当たりくじを引くまでに何回くじを引きますかっていう期待値、これ、あのいわゆるベルヌイ思考ってやつですけども、その期待値は n マイナス3なわけですね。その当たりくじを引く確率の逆数ですから、n マイナス3なのと。いうことで、まあ、その直感にも合ってると。いいですかね。ということで、 1から n-2 に到達するまでにかかる時刻の期待値は n-3 になります。いいでしょうか。で、これで今 n-2 に到達しましたと。じゃ次は n-2 から n-1 に到達するのにどんだけ時間かかるでしょうと考えます。で、それがこれですね。タウ n-2、n-1 の期待値です。そうすると、今 n-1、n-2 にいるんですけども、n-2 に えっと、隣接している頂点の数は、これが n えっと。全部で n 2個あって、こちら側にえっと、左側に n 3個あって、ここに1個あるとういうことこですねだから、えっと、直接 n 1に行く確率は N−2 分の1です。ね、N−2 分の1で n、n 1が N−2 が選ばれて、1一一歩で n 1に行きますと。ということになります。でそうじゃない場合、 1>, まあ1から n マイナス3までのどれかに行くんだけども、どこに行ってもそこから見える見え方は同じだって先ほど言ったんですけども、そうなので、それ以外ですね、この n マイナス1以外に行く場合はどれもまあ同じだとみなして n、n マイナス2分の n マイナス3でそれが起こって、まず1歩動きます。1歩動きます。で、1歩動いたらそこに至ったところは頂点1にいる場合と同じだと考えられるので、1からまず n マイナス2まで行って、 n 2から n-1 に至るまでの時間の期待値としてかけますということになります。いいですかでそうすると、今、この部分の期待値、これはですね、もう n-3 だって、56、計算しました。いいですかでそうすると、ここに残っている期待値は、たん n-2、n-1 の期待値なので、これも、もうあの、これはあの前回数は何でもなくて、ここから、えー、と直接この期待値が分かるという形になっています。 これちゃんと計算してあげると。計算してあげると、こうですね。こんな形になりまして、これになると、N。n-2n-3 プラス1。まあ、どう書くのがいいかはちょっとわかんないんですけども、まあ、こう書きましたと。まあ、この前の,私の形でもまあいいかもしれませんけども、こういう形になると。ということになりまして、まあ、このま n-2 から n-1 に行く到達時刻の期待値、計算できましたということになります。いいですか じゃあ、あとはですね、n-1 から n に行くのがどんな形に書けるのかってことを考えましょうと。これは先ほどと同じような感じですね。n-1 から n に行くんですけども、これは、えっと、左に行くのと右に行くのと、右と左が今言,言えなかったんですと。もう一度ちさんと言います。右に行くのと左に行くのの2パターンじゃなくて、どちらも2分の1の形で起こると。で、右に行ったら、もう n にたどり着いたので、1回でおしまいと。1回の見どころでおしまい。 左に行ってしまったら、まず左に1回行くという移動が起こるんだけども、そこで n-2 に行ったら、n-2 から n-1 を通って n に行くので、その通っていくところの到達時刻の期待値がここに書かれていますということになります。いいですかで、先ほども言ったんですけども、この、このタウ n-2、n-1 のところの到達時刻の期待値、これはもう分かっているわけです。それを計算して。だから、それはここに代入します。 そうすると、このタウ n-1n の二待値っていうのがここにあるんだけども、それが自動的に決まるということになります。で、まあ実際に計算してあげると、まあ両辺2倍して、この部分代入してあげると。これ本当に合ってますかね合ってますね。これですね。これを入れてあげると。で、えー、っと、これを左に持っていくと、計算ができまして、これが出てきましょうという形になります。いいですかね。ということで、 この3つの到達時刻の期待値、計算できましたので、その和を考えましょうと。それがこのタウ1の計算、えー、っと期待値になりまして、計算したもの順番に言うと L、L マイナス3、L マイナス、L マイナス3、プラス1、L マイナス2、L マイナス3、プラス3ということになりますと。でそうすると、まあ、こういうふうにちょっと展開した形で書くのがいいかどうかちょっとわからないんだけども、 これですね。結果としてはこれができますと。2n の2乗マイナス 9n プラス13が出てくるということになります。まあ、これもその n の2乗に比例するような形の式、えっと、になっているんですけども、じゃあこ先ほどの道の場合と比べましょうと。1の場合はこれでしたと。n マイナス1の2乗、これを展開すると n の2乗マイナス 2n プラス1になりますね。で、右のグラフの場合は今、計算したのが 2n の2乗マイナス 9n プラス13。だから、 まあ右のグラフの方が1から n にかかるのに2倍ぐらいですね、時間かかる。期待値の意味で見て。ということになります。ということになって、まあ、これがだから、どちらが時間かかるかっていう意味で言うと、期待値で言うと、右の方が時間かかりますね、ということになる。ということになりまして、まあ、これは直感になるかどうかっていう話は、皆さんの直感に訴えたいんですけども、まあ、教託としては、変を多くすると到達時刻に期待値が増えることがあります。 例えば、なんか、なんか、この1から n にこういうふうになんか一直線になっているような、なんかまあ、ネットワークがあって、なんか、これはなんかすごく、なんか非,非効率な感じがするから、なんか、ここら辺なんか、あの、辺を付け加えましょうと。で、辺を付け加えると、なんか、効率的になるかもしれないなと、通信が。と思うんだけども、こういうそのランダムウォーク、単純ランダムウォークにおいては、こういうふうにたくさん辺を付け加えると、1から n に行こうと思ったときに、 その到達時刻が大きくなるってことがあるかもしれないので、そういうことがあり得るってことは、ちょっと注意をしないといけないかなっていう気もするので、まあ、そういうものだと思ってくださいということです。だから、なかなかですね、このグラフの形状とか、グラフの様子と、この 効率みたいなものを関連づけるというのはなかなか難しいかもしれないので、そういう人皆さんの直感がどういうものか分かりませんけども、まあ、この単純なランダムフォークにおいては、そんなにあの簡単なものではないということになりますので、ご注意くださいと。で、まあ、こういう場合にはちゃんと計算ができますよということになりますので、えっと、実際皆さんもなんかこういう問題に出くわしたら、こういう形で計算できるようになってくださいということになります。はい。では、えっと、今日のまとめをします。うん マルクフ連ンサーについて、ギャンブルの破産という話と、有限グラフ上の単純ランダムをとっていう話をしました。で、マルクフ連ンサーというものが使える場面というのは本当にたくさんあって、まあ、ここで今日ご紹介したのは2つしかないんですけども、本当にたくさんありまして、もうあのマイクにいとまがない、まさにこのことではないかというふうには思うんですけども、まあ、皆さんあの、いろんなところで出てきたときに、まあ、今回やった話とか、前回やった話とかっていうのをあの参考にしてですね、自分なりの勉強をしていただければ、ありがたいかなというふうに思います。 はい、では、今日の授業はこれでおしまいになります。ありがとうございました。